南阿蘇村では2016年の熊本地震と復興の現在地を歩いて学ぶイベントが行われました。県内外から参加した40人は震災遺構となっている崩落した阿蘇大橋など大きな被害が出た黒川地区を地震を経験した地元ガイドの説明を受けながら一緒に巡りました。地震が1回あるとそういう災害が1回あるともうそれで終わりなんだって思ってしまいがちなんですけど、そこからが始まりなんですよって、そこからちゃんと備えをしてくださいね。実際に歩いてみたら全くその理解が深まるというか、とても良かったと思うんです。